はい、弦の張り替えをこれからいたします。ここまでの経緯をまず話すとですね、このジョン・ピース、わかんないこのメーカーの、このライト弦と、ミディアム弦ですねという、ここまでがミディアムかな、半分半分って言ってた気がするんですが、この3本はミディアムでちょっと太い弦なんですね。でこちらはライト弦で以前使っていた太さで、細い弦ですね。これを使ってみたところ、指が大変なことになっています。これは、弾き方がやっぱりまだ、上手じゃないということで、ぐちゃぐちゃになっているわけですが、同じメーカーのライト弦のみのやつですね、ライトゲージって書いてありますを、買ってきました。まあ要するに、ミディアムゲージに負けたということです。敗北宣言でございます。これを、ライトゲージに張り替えます。明日、オープンマイクライブがあるので、ちょうど今張り替えるのはいいとこだと思っています。片手じゃ難しい、足を使いましょう。こうなっていて、太い方からになるんですよね。
よいしょ。合いました。ちょっと弾いてみようかな。よいしょ。こういう向きか。愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたの。たった一度の人生を捧げて、さらば友よ永遠に眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたび
の日と同じ風が通り過ぎていたよ。涙見せぬように笑顔。 G はこう押さえるんだったね。このライト弦やっぱりタッチがすごく柔らかくなりますね。抑えやすいと思います。やっぱりね、黒剣のこの指にはまだライト弦がちょうどいいようです。音はやっぱりねミディアムの方がバリンとした、張りのある音がしたんですが、多少弱くてもこれでよいしょ、これですね、サムピックっていうんですってね、フィンガーピックとか指ピックとか勝手に呼んでたんですが、サムピックというそうです。親指専用だけですけどね、これにするとどうなるかというと、ジャン君も歌っています。ジャン君、はい、私は今日までここに座って街が私がいなくても街はそのまま、ほんのちょっぴりも変わりはしない。ちょっと張り替えた瞬、ばっかりだからやっぱりちょっと抑えにくい感じがどうしても慣れがねあるんですけれども、これにすぐ慣れるでしょうきっと。問題の B ですね。まあまあ音が出てます。起こさないで、はや、あ、違う、はや、ひどり、ピチクパチク、さえずる声。はい、いい感じでしょう、きっと。はい、さっき歌っていたのはジャン君です。どうしたジャン君、歌につられるの。歌う猫ジャンやりますか。うちは全員歌うことにしますか。ジャン君、ジャン君、ドゥ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 。
いか。